アフリカのナイジェリア行った時にレバノン人の経営者っていうのもいたし、あとナイジェリアのラゴスっていう大都市のラゴスのこの大西洋ギニア湾っていう海にエコアトランティックシティっていう世界最大の埋め立て地を作ってるんですよね。で、そのエコアトランティックシティに、いろいろとプロジェクト投資をしているのがレバノンの企業で、レバノン企業のなんかこんなすごいこの銀のプレートみたいなものがエコアトランティックシティのオフィスに飾られてあって、レバノンは相当ナイジェリアに投資をしている、レバノン企業が。ということをエコアトランティックシティの社長は言ってましたね。エコアトランティックシティっていうのは、もともとナイジェリア政府が手掛けていた、ギニア湾の埋め立て地プロジェクトなんですよ。で、そこは西アフリカ最大のビジネスセンター、金融センターを作って、で、まあそこに周辺国からその鉄道も全部集めて、もう要はその周辺国に鉄道で移動できるその中心となる、そういったなんか移動の交通の要衝にもすると。で、世界最大のそのショッピングモールとか、あと世界中の大学とか、まあ、いろんなものを誘致して、で、そこに高層ビルを今ガンガン建ててるんですよね。ナイジェリアのラゴスに。それに関して、そのレバノンの企業が結構古くから投資をしていて、このエコアトランティックシティの埋め立て地、その視察しに行ったんですけど、今から7、8年前だと思うんですけどね。その時に、まあ、やっぱりレバノンの会社の名前がね、ずらーっとたくさん載っていて、相当ナイジェリアとは関係が深いみたいですね。で、そのもともとナイジェリア政府が動かしていたプロジェクトだったんですよ。エコアトランティックシティっていうのは。ただナイジェリア政府もレバノン政府とすごい似ていて、汚職がすごいひどい。で、もう政治家がもうガタガタでダメで、まあなかなかその国民に信用してもらえない政府なんですよね、ナイジェリアも。これレバノンとすごい似てると思うんですけど、レバノンもそうなんですよ。で、ナイジェリアはそのエコアトランティックシティのプロジェクトを政府が動かすともう汚職や賄賂やら、もう本当にもうひどいので、プロジェクトがなかなか先に進まないんですよ。お金ばっかりかかってしまって。で、そこで出てきたのがイギリスのサウスエナジー X という会社。これも多分グーグれば出てくると思うんですけど、サウスエナジー X というイギリスの開発会社がナイジェリア政府からそのプロジェクトを譲渡してもらったんですね。いくら払ったんだかわかんないんですけど、相当なお金を払って、その権利をイギリスの会社が買ったんですよ。で、そのサウスエナジー X というイギリスの民間企業が手掛けるようになってから、エコアトランティックシティのプロジェクトはもうぐんぐん進むようになって、で、もう僕7年前から、ちょっとその後行ってないですけど、ナイジェリアのその記事とかね、いろんな写真を見ると、ちゃんと埋め立てもやってるし、ビルも建ってるし、あ、このプロジェクト一応予定通りというか、場合によっては予定よりも早く進んでるんじゃないかなと。いうのがそのナイジェリアの大都市ラゴスにあるエコアトランティックシティプロジェクトなんですよ。で、そのエコアトランティックシティプロジェクトに、まあ、たくさんその投資をして、いろんな形で参画してるのが、実はレバノン企業というね。だから外国に住んでいるレバノン人ってものすごいゴリゴリのビジネスマンがすごい多いんですよね。経営者もそうだし、ビジネスマンもそうだし、ドバイの投資銀行で働いているレバノン人の役員、僕の友達でいるんですけれども、彼はね、ものすごいビジネスマンでしたね。レバノン人なんだけど、なんか日本人の血が4分の1入ってるあのクォーターなんですよね。なので、まあ、おばあちゃんかおじいちゃんかが日本人で、彼はその日本語もある程度喋れるんで、まあ、結構仲良くさせていただいたことがあったんですけれども、本当に彼もね、ものすごいゴリゴリのビジネスマンで、なんか、前々回とかその前くらいの動画でね、話しましたけど、レバノン内戦の時に彼はまだ大学生で、で、その時にレバノン国内に救急車が足りないっていうことで、救急車を輸入してレンタルするビジネスをやったそうなんですよね。で、それでなんかものすごい一大財産を築いたらしくて、で、ある程度まとまったお金を持って、ドバイに移住したと。奥さんと一緒に。で、ドバイに移住して、まあ今ドバイの投資銀行の役員をやっているという、まあそういったキャリアの持ち主なんですけれども、まあ、カルロス・ゴーンもそうだし、その僕の友人もそうなんですけど、まあ、結構ビジネスに長けていて、多言語を活用する方がすごい多いなという印象なんですよね。まあ、レバノンっていうのは、そのディアスポラといって、まあ、アルメニア人とかユダヤ人とかと同様に、その国内に住んでいない、その海外に離散している人たち、そういう人たちが多いんですよ。多い国なんですよ。で、まあそういうのを、まあ、ディアスポラと言うんですけれども、国外で、まあいろいろとロビー活動をしたり、自分たちのその国とか民族のことをもっともっとこの立場が上に行けるようにね、この広報活動をしたり、ビジネスの権利とか、そういうのをこのどんどん抑えていったりとか、まあそういうことをやってる方々をディアスポラと言うんですけど、まあ有名なのはユダヤ人ですよね。ユダヤ人、もともとイスラエルという国ができる前っていうのは、まあ、世界中に離散して、で、その国で、まあ、その国に応じたまあビジネスをやって、で、そのまあビジネスである程度成功したら、また次の国に行くみたいな。で、それでそうやっていろんな国をこの転々としてるので、まあ、身軽に商売ができる金融というビジネスが、まあ、ユダヤ人の中では流行っていったわけですけれども、まあ、お金を貸して利息をもらうみたいな。で、まあ、そういうものを、その宝石に変えたりとか、貴金属、宝飾品に変えたりとかね。で、それで、まあ、次の国に行っても、その換金できる価値を持ったまま、また別の国に行って、また金融のビジネスをやると。まあ、いうようなね、まあ、そういうのをやってきた人たちがいますけれども、有名なところで言うロスチャイルドとかね、ロックフェラーとか、まあそういう名前聞いたことある方いると思うんですけど、まあそういう人たちのことを、まあもともとはディアスポラって言うんですよ。ディアスポラ。で、そのユダヤ人や、まああとアルメニア人も多いですよね。アルメニア人もユダヤ人の次ぐらいに多いのかな。なんかアメリカとかイギリスとかで、もうそういう国でそのメディアとか金融とか、まあ政財界にものすごい影響力を持っている人たちっていうのが、まあユダヤ人、アルメニア人。そして、まあレバノン人もそうなんですよ。レバノン人もね、その国内人口がだいたい600万人って言いましたけど、まあ、その人口に匹敵するぐらいの500万人近くの、国外ディアスポラいるそうですよ。レバノンの国外で活躍しているレバノン人。まあ、だからね、レバノンに行かなくても、レバノン人に出会う確率って高いはずなんですよ。そう考えたら、特に、まあ、湾岸産油国。まあ、UAE、サウジアラビア、クウェート、カタール、バーレン、オマーンとか、まあ、そのあたり、レバノンから近いし、で、あの辺の国っていうのは、まあ、人口が少ない国、特に UAE とかカタールとか、そういったところは、人口が少ないのに、あれだけ建設ラックがあって、人口が少ないのに世界中の企業をたくさん進出してきてるんで、基本的に労働力が足りないんですよ。その国民だけでは、その労働を賄うことができないので、まあ、だからよくね、まあ、シンガポールなんかが昔よく言われてたのが、シンガポールもそうじゃないですか。まあ、あんだけちっちゃい国で人口もそんなに多くなくて、でも、こう、インフラが作って、ものすごい、このアジアの星って言われたぐらい経済成長してきたでしょ。で、そういう時に、まあ、シンガポールはリーク・アンユーですね。リーク・アンユーが、まあ、シンガポールの成長を作るために、まあ、シンガポール人でやれないことっていう、海外から労働力を輸入するわけですよ。ビジネスマンを輸入するわけですよ。で、そういう海外からの、まあ、労働力のことを、まあ、リー・クアンユーは経済成長の調整弁と言っていたわけですけれども、まあ、経済成長していく過程で、まあ、高層ビルを建てなきゃなんない、高速道路作んなきゃなんない、いろんなインフラ開発しなきゃなんない、ガーッとこの盛り上がってる時に、まあ、海外から労働力を呼んで、で、トンカン頑張って作ってもらうと。で、作ってもらって、作り終わって、もう一旦落ち着いたら、もう母国に帰ってもらう。だから要は経済成長のその調整弁なんですよね。必要な時に労働力を入れる。必要なくなったら母国に返す。で、そのためにその労働ビザというのを期間限定で発給して、仕事がなくなったらあなたは母国に帰ってくださいね、と。まあいうようなことをね、まあリーク・アンユーは、経済成長の調整弁と言っていましたけど、まあそういうような国が、まあ中東で言うとあの辺のね、まあレバノンの近くの国で、いや、あれは UAE とかカタールなんですよね。まあ UAE もね、相当人口増えましたけどね、最近。でも昔ドバイなんつったらね、本当人口100万人足らずの、まあ、ちっちゃな砂漠の田舎町でしたから、アブダビもそうですし、カタールなんかね、今日冒頭で言ったように、まあ、何にもない、何にもない、世界一退屈な町ですから、カタールっていうのは、その当時ね。そういうような街に、いきなり高層ビルがもうぐわーっともうこのマンハッタン島のように現れちゃったわけですよ。もうあんなのもうほんと一瞬で作ってきた。まあドバイもそうですけど。まあそういうところに、まあもちろん労働力が必要だし。で、まあ高層ビル建てたら、それ現地の人が作るじゃなくて、英国の企業が使うわけですよ。あんだけ高層ビルたくさん作っても、現地の人、そこに住むほど別に人いるわけじゃないしね。で、そこに現地の企業がいるほど、オフィスほどね、現地の企業たくさんあるわけじゃないし、まあ何で必要なのか。そしたら、まあカタールも UAE も外国企業の誘致、外国人を居住させるため。で、そういった人たちがやってきて、まあドバイに住んで、ドーハに住んで、アブダビに住んでってなるじゃないですか。で、まあ彼らは、なんかお金持ちでね、別になんかドバイに移住したくて、なんか老後のんびり過ごそうって言うんで移住してきた人たちもいるかもしれないけど、そんなのはわずかであって、ほとんどの人たちがビジネス需要なんですよ。企業が進出してきて、例えばマイクロソフトがドバイに来ますと。で、ドバイにはドバイインターネットシティっていう経済特区があって、そこにマイクロソフトがオフィスを構えてるんですよ。マイクロソフトがドバイに拠点を作ると、世界中のマイクロソフトの社員が数百人、数千人集まるわけですよね。で、今度集まって彼らがドバイに住んで、ドバイのマイクロソフトで働くんで、で、まあ彼らは多分、奥さんとか子供も連れてくるんで、まあ病院も学校も必要、ショッピングモールも必要、でね、生活するんで。ということで外国人がたくさん集まってきて、まあドバイのマイクロソフトで、お仕事をすると。っていうような会社がいっぱいあるわけですよ。マイクロソフトに限らずたくさんの会社がある。インターネット関連。金融、映画制作、製造業、貿易業、たくさんある。まあそういうのフリーゾーン、エコノミックフリーゾーンって言うんですけど、まあドバイもカタールもアブダビもエコノミックフリーゾーンっていうのがあって、で、そこはたくさんの高層ビルを建てて、世界中から企業を集めてオフィスを埋めて、で、そこで働く従業員が住むためのマンションを用意して、みたいなことをもうこの20年30年かけてやってきたんですね。で、そういうところで働いてる外国人の中でずば抜けて能力の高い人っていうのが、実はレバノン人がすごい多いんですよね。そういうレバノン人が、まあドバイ、アブダビだけではなくて、まあ、さっき言ったナイジェリアとか、ヨーロッパの方とか、まあいろんなところに、まあ居住しているレバノン人が多い。まあそれが、ね、まあさっき言ったディアスポラということなんですけれども、世界とつながりたいあなた、待ってます。